すごい対談っぽくなってる。まずスタジオ僕日にまた会ったきっかけも知ってるんだけど、うん、これをちょっと上演の方から、はい、なんかまたちょうど1年前ぐらいに西武で僕と会ったっていう時にね、なんかもうまあ西武にはたまに行ったりしてたから、うん、その時普通にふらっと多分仕事終わりに寄ってた記憶があるんだけど、ああ俺らとは前からってこと。そうそうそう、あ、はい、まあまあ会う前からっていうかもう本当にそうですね、うん、そう会う前から西武には行ってて、それでなんかあれよね、歩いてる時にまずミシンが置いてあるのがすごい気になって、はい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 、置いてたもんね前にミシン、そのミシンを見て、多分そのミシンを見ながらすごいなと思いながら横を3回ぐらい通ってた時に3回目ぐらいに多分俺が声かけてっていうのが初めてかなと思います。じゃあよ、たぶん俺がさ声かけたの多分上野が止まってたじゃん、はいはい、その興味的なのはあったなんかね、やっぱもともとなんだろうな、うん、興味的な、うん、なんか洋服、そうそうそう、うん、洋服も普通に好きだったし、なんか、パラキスっていう漫画が多分わかると思うんだけど、ね、そうそうそう、あれでなんか洋服を作る話じゃないですか、うん、確かに確かに、まあそれパラキスが結構なんか好きな漫画で、なんか姉の影響で少女漫画をよく読んでたんで、ああ姉ちゃんいるって、そうそう。それの影響でバラキスめっちゃもろいなと思ってたら、なんかラーを作ってる人いるよ。そこが驚きだよね、やっぱね。ああ、うん。確かに確かに。で、はい、僕の話ばっかりしてもあれだろうと、僕はそもそも、うんね、なんでスタジオ僕ん家で、もうその時は販売されてたけど、はいはい、普段はモデルされてる。普段とも、そうだね、ここの。東南の広志に、うん、そう何回か話していくうちにお誘いをいただいて、その最初のきっかけっていうのは多分聞いたことがなくて、ああそうだね、最初はなんか俺も地元こっちだから、ああそうそうそう、でバイト先あの真ん前のアリオ、あっそうそうそう、あそこで働いてたから、はいはい、そのバイトの後輩が、はいはい、なんかコムさん近くにできるみたいっすよ、洋服屋みたいな、はいはい、なんかありますよみたいな聞いて、あ、じゃあ行くかっつって、でも割とここがオープンし して半年ぐらいだったかな、多分そうだね、なるほど、じゃあ最初に来たのが ここっていうか、そうでもごめん、僕はポップアップがあ、そう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 だね、俺もここの重たい扉をこうこうやって開けて勇気いるもんで、ね、ここ入ってくるみたいな、へえそうだね、それが初めてここに来たって感じな、で今、はい、飛んで山口やん、あっ何かそのそうだね、趣味じゃなくてその何だろう、まあこう一応世に放つというか、そうだね、なんかそれはどこでセーブで今は弾いてるんだけど、もともとはそうセーブでも飛んで山口の川本上野として弾いてて、飛んで山口っていうのは僕が大学の時に、はいはい、大学4年の時に友達と一緒に作った、はい、まあ、音楽団体みたいなもので、あれ2人だっけ、
あ、そうそうそう。二、はい、人で始めて、この塊がさっきあの、ね、服をお土産で買っていったやつなんだけど、その子そう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 、そいつと二人で、お店の時に始めてて、まあ、まあ、名前の由来としては、うん、こう、僕は22年間山口で育ってきたんだけど、はいはいはい、その、仕事で東京に行く、うん、まあ、山口離れるってのはなってて、はいはい、で、そいつも、そいつはまだ院生だから、まだ山口にいるんだけど、はいはい、来年からは就職で別の場所に山口以外行くってなってて、まあそうなったけど、それでも年に一回は山口に飛んで行って演奏会を開くっていう思いを持って、飛んで山口っていう。そっちなんだ。そうそう。飛んで埼玉じゃない。字も違う。字も違う。はい。ちょっとパロったね。いやー。でもまあちょっとパラッパラ話したから僕は、うん、まあ多分なんとなくギターの人って思ってもらってると思うんだけど、はいはい、僕の中では小村さんはモデルの人っていうので、はいはいはい、でモデルの人兼、うん、あの職業としてはアパレル店員、そうだね、アパレル店員、そうだね、あ、接客やってますで、どっちも気になってるんだけど、はい、その、なんでアパレルで働こうと思ったのっていうのと、なんで今モデルしてるのっていうの。アパレルはね、まず、中学校の頃に服が、自分で買い始めて、うん、服を自分で買い始めて、好きなんじゃないかなというか、なんか、その時点で自分と他人、の、うん、なんか、わかるでしょ、うん、違いというか、はいはいはい、っていうのがなんか一番わかりやすくできるかなと思って洋服買い始めて好きになってたって感じで。で、まあ、高校は全然洋服買ってたけど別にそんな頭なくて、普通に大学は保育の学校行ってたんだけど。で、保育の2年ぐらいに、そう。保育士になりたいんかなみたいな、なんかあるじゃん、就活するか否かみたいな、その時になんかこのまま上り詰まったら保育士でずっとやっていけるかなって思った時に、そうふと洋服好きだし、そっちにちょっと頑張ってみるかみたいな感じで、そう、アパレルの面接を受けて受けてって感じで、で、今販売って感じかな。じゃあ、今後のことについて、じゃあ、どういう活動をしていきたい、なんかギターとかでもいいし、うん、あ、ちょっとね、はいはい、これは相談なんですけど、今後の活動に、なんか、ちょっと、やっぱさ、瞑想し始めてて、もともとは、そのさっきも、地方創生の活動をしてて、うん、山口をもっといい場所にしたいっていうようなビジョンを持って、始めたところもあるんだけど、はいはいはい、まあなんか、こう、離れてみると、というか、山口を離れてみると、はいはいはい、まあちょっと薄づきついてたこともあるんだけど、まあ、いい悪いの判断、僕が、何かするまでもなく、うん、別に山口って普通にいい県だなって思うようになってきたんですよね。それは、なんで、なんか東京に住み始めて、年月が経ったからとか、なんか気づいたの、急に。うん、なんか、そうそう、別に、東京にいる人は東京にいる人で大変そうだし、うん、でも楽しそうだし、うん、でもそこは山口にいる人も別に大変そうだし、幸せそう、楽しそうだったなと思って、はいはい、別に確かに人が多い少ないとか、はいはい、まあ、栄えてる、栄えてないっていう違いはあれど、うん、 そこにいる人はみんな等しく今の人生を楽しんでるなって思って、うん、なんか勝手に山口にいろいろ楽しくないんじゃないかっていう思いを自分は持っていったなっていうのに、はいはい、まぁ、あ、ちょっとだけ思うようになってきて、なんか山口をもっといい県にするなんて、俺なんかが何を言ってるんだみたいなね。どこの誰が言ってるんだよね。そうそうそう、こんなね、
クソタコのやつが何言ってんだみたいな思いになってきて、じゃあ何を目標にして活動していこうかっていうのは最近悩みつつっていう感じで、たださっきも言った通り、うん、自分が高校生だったり大学生だった時に、そうだね、見たら楽しいというかワクワクするような活動を山口でできていったらいいなっていうのを思ってます。友達、友達と、友達とか仲間とモデルの活動を続けていけたらいいなって思う。そうだね、うん、だから、なんだろう、直近でやってみたいのは、うん、なんだろう、今までってお誘いを受けて、はいはいはい、自分が被写体というかさ、モデルって感じだけど、うん、なんだろう、作品撮りというか、自分の、そういうの一回ちょっとやってみてもいいのかなというか。モデルとしても。そうだね、そうそうそう、活動というか。はいはい、っていうのを一回やってみたいなっていうのはね。いや、ちょっとすごい。そう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 、そういうのはなんかあるかな、うん、一番近い目標というか、はいはい、やってみたいことがそれかもしれない。そうだね、今後もなんか一緒にまあ一緒に住むというか拠点が一緒になるかもしれないし、それも含めか一緒にいいのができればいいないいね、俺は好きや、ほんとこれからも、はい、お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。緊張したね。緊張した。だいぶだいぶね、なんでぎこちなくてなんかね、いや全然。じゃあまた、あ、じゃあまた、はい、お疲れです。また、そうですね、お疲れです。またまた、はい、じゃあちょっと失礼します。また飲みにでも、いや本当に、てか本当に物件決めよう。本当、いや本当に頑張って決めよう。ありがとう、遠くから。はい、お疲れ様です。頑張ろう、仕事はさ。気をつけて。